安井誠一郎3月11日から1962年1月19日は、日本の内務、厚生官僚、政治家、東京都長官、東京都知事、衆議院議員を歴任した。元自治大臣及び参議院議長の安井健は弟。安井家の墓岡山県水戸郡間村生まれ、岡山県立岡山中学校、東京帝国大学読法科を卒業。 その後、内務省に入省し、東京市社会局長として、震災復興に当たる。この他、茨城県、神奈川県で警視を務めた。1928年に一旦退官し、茨城県から衆議院議員に立候補するも落選。その後、内務省に復帰し、富山県、兵庫県、福岡県の警察部長を経て、東京市保健局長兼社会局長に就任する。 1931年には、同郷で、朝鮮総督のうがき一世に壊れて、秘書官となり、朝鮮総督府専売局長を務めた後、1936年、慶喜堂知事に就任した。さらに、卓務省卓務局長なども務め、植民地経営のポストを多く歴任した。帰国後、1940年から、新潟県知事、退任後東京市電気局長を務め、 1946年に、しではら内閣で、厚生時間となる。しかし、党内閣総辞職により5月に退任。同年7月には、幹線では、最後となる、東京都長官に就任、歴任した。1947年4月、安井は公選となった東京都長官の選挙に、自由党、民主党の推薦を受け、立候補。 日本社会党推薦の田川大吉郎らを破って当選する。同年5月3日の地方自治法の施行により、東京都長官は東京都知事に移行。初代東京都知事となった。51年、55年の都知事選にも連続当選し、計3期都知事を務めた。任期中には、全国知事会の初代会長にも就任。 人気中は主に繊細復興や食料確保、カスリーン台風被害に尽力し、一方で、首都圏整備法制定の三倍役にもなり1964年、東京オリンピック誘致も進めた。戦後復興下での安い都政は、中央政治と直結した安い保守王国の巨大都市づくりに大いに力を発揮した。しかしその反面、 都市の過密化と郊外に拍車をかけ、1950年代から60年代の都庁、都議会、業者の癒着による大汚職の温床につながった。安井は1959年に執行された東京都知事選挙には立候補せず、都知事優待を表明。退任後は名誉都民に押され、1962年に受賞している。 1960年に旧東京一区から自由民主党公認で衆議院議員に立候補。当選したが、任期中の1962年1月19日に死去。70歳遺没。現在は玉霊園に眠っている。主張職官職その他。ありがとうございます。